共立女子大学共立女子短期大学へのご入学おめでとうございます。ここでは大学での学習の基本事項と題しまして、大学における学習に関する基本的な事項についての説明をいたします。円滑に大学生活に移行できるように、ここでの情報をよく確認するようにしましょう。より詳しい説明は入学後のオリエンテーションで行います。まずは大学での学びについて高校と比較しながら説明します。授業時間ですが、高校よりも長く1コマあたり90分となります。時間割については高校とは異なり、すべて自分で作成することとなります。教科書については基本的にはすべて自分で用意します。購入方法については入学後に説明があります。次に授業の受講者ですが、自分で決めた各授業はすべて受ける人が異なります。様々な相談事項も出てくると思いますが、窓口は相談内容により異なります。教室も授業によって異なります。情報については教育ネットワークシステムのキョネットを通して自分で確認することになります。長期休暇については高校時代より長い期間設けられています。ここで覚えていてほしいことは、大学での学びとして重要なのは、自らが主体的に行動して学ぶということがとても大切であるということです。時間割も相談ごとも情報収集も、様々なことを自分自身で行う必要があります。もちろん万全のサポート体制も構築していますが、皆さんが主体的になって行動することが求められています。本学の学期は前期と後期に分かれています。前期は4月上旬から7月下旬まで、後期は9月下旬から1月下旬まで授業を行います。授業は前期後期それぞれで、修了する半期科目と前期後期を通して行う通年科目があります。前期後期ともに授業は15週間15回の授業があります。半期ならば15回、通年ならば30回の授業を受け、その後試験を受けるということになります。